倒されるまで認めねえってことかよ。いや、ちょっと待って、これどう倒すんですか、これどう倒すだよ、これやっべんだけど。これはとりあえずマップシフトで近づくしかないよね。どこ、そもそもこれどう、リバ、いたけどだよ。待って、これ死ぬ。いや、シフトブレイクはできるけど、ちょっと待って、これ。あ、そういうことか。落ちたら負けってことだね。落ちたら負けだ。ちょっと待って、切れないんだけど。切れないんですけど、これ。ちょっと待って、これ、どうしたらいいの、これ。すごい、リバイアさん相手に。泳いで立ち向かう男。ちょっと待って、いいね。バカ。うわ、怖っ。ゲームって分かっててもめちゃめちゃ怖いよ。とりあえず、マップシフトして、これもうさ、地上がほとんどないっていうね。地獄絵図なんだけど、マジで。痛い。もう殴るしかねえよな。減ってんのこれ、HP。減ってねえな。全然減らない。いやもう画面がおかしなこと、待って、マップシフトさせてー。いやもう地上がないよ、地上が。どう、じゃあいいや、君が私がさ。クリスタルも取り戻すよ。おい、刺した、早く来いよ、ノクティス様。君は私が王に届けます。闇から使わされた者たちはようやく安らかに眠れますね。ファントムソードが丸、あー、リバイアさん敗戦のヒレがなんだこれさ、もうチートやんけ。
やばい、もう空中に行くとチートすぎて、いやこの展開はちょっと熱すぎるわ。もうなんか喋りたくないもんこれ実況必要なくねと思うんだけど、いややばすぎるでしょこれ。シフトブレイクの仕方ってもう全然違うじゃん。ヒレは切れちゃうし、こんな一つの兵器みたいになってるからねこれ。いやこれはやばい、かっこよすぎるわこれ。ずっと見てたよこの動き、やばいね。さっきまで強情だったリヴァイアさんパイセンに、パイセンもこれはさすがにもう、え、これなんかぶっ倒れてるけど、これ殴っちゃっていいのこれ。あーリヴァイアさんパイセンの角がやば、かっこよすぎですってこれ。ノクティスさん、やばいね、神ゲーですわ。やばい、これまたどっか壊れちゃうんじゃないこれ。リヴァイアさんパイセン、また角折れちゃうよこれ。大丈夫、折れる予感しか。あーほらーほら、どっか壊れた、どっか壊れた今。かわいそう、さっきまで意気揚々としてたリヴァイアさんパイセンがかわいそうだもん。やばい、これここの角折れちゃう予感。これリヴァイアさんパイセンの角折れちゃうんだよな。ほんとごめんなさいねリヴァイアさんパイセン、もうお前が悪い、これはお前が悪い。なんか人間がどうたらこうたらみたいな、ちょっと神語使って話すのやめてくれる。本当に英語も喋れねえ俺が、まあ、神語なんて分かるわけねえだろう。ガード、なんかすごい技来そう。パリ、おーい丸連だ。いや難しい、結構たまるの遅いな。来てくれると思ってましたよ僕は、信じてた。ノクティス様、ルーナ、ここにいらしたんですね。うん、ルーナももう一度お会いできるなんて思ってもみませんでした。え、どうして。私はもうカンナギの使命を終えたから。終わっても一緒にいられるでしょ。神々はノクティス様の力を認めました。そして指輪もあなたの手に戻ります。皆さんのところへ戻られたらテネブラへをお尋ねください。たくさんの花がノクティス様をお出迎えしますから。
ルーナは？あなたが会いに来てくださったこと、私はそれだけで十分です。なんで僕は死んでもルーナを助けたかったのに。もし心細くなってしまったら、私を思い出してください。これからは少しだけ離れた場所からあなたのことをお守りします。さようなら、ノクティス様。おはよう。二人に知らせてくる。少し時間がかかるが。怪我したのか？大規模な戦闘だった。仕方ないさ。ルーナは？亡くなられた。アンブラがそれを。星の病の蔓延で合ってるかな。これさ、
テネブライにもよるんだよね。その前にカルタナティカの駅に降りる。本当に寄れるの？傷は落ち着いた。視力だっていずれ。お前何様だよ。あ？テネブライには寄らねえぞ。いい加減切り替えらんねえのか。切り替えたから乗ってんだろうが。切り替えた奴が今一番大変なあいつに声の一つもかけらんねえのか。話せよ。指輪はどうした？大事に持って歩くだけが。命と引き換えに届けられたもんを眺めてるだけで責任が果たせんのか。そんなことは分かってんだよ。分かってねえ。イグニスは何のために傷を負った？やめろグラディオ。どこの世界にこんなだらしねえ王様がいる。めえ、やめなよ。全部分かってんだよ。全部だったら腹くくれ、この大バカ野郎。ノクト！ほっとけ！列車が駅に着くと散策が自動的に終了します。またセーブできねえのか。ちょっとお前、俺にいつまで実況させる気だよ。もうこの時点で多分パート2に分かれてると思うんだけど、自動セーブされてないもんね。されてねえな多分。スカープ地方、これが今いるところかな。あ、そうだね。47分にセーブされてるね。で、今が53分だから、まあ、これで大丈夫だろう。はい、ということで、今回はここまでにしときましょう。いやー、なんだろう、急展開だね、やっぱ。イグニスは視力失っちゃってるみたいだし、今。いずれ回復するって言ってたってことは、失明はしてないのかな？よくわかんないね。とりあえず、傷がえげつないことになってた。ルナ・クレーナーは行っちゃうし、いやー、もうなんだろう。濃すぎたね、回が。多分まあこれは2つのパートに分けられてると思いますね。1つにやっちゃうと多分45分ぐらいの動画になっちゃうんで、いやちょっと今後に本当なんだろう、楽しみだね。今後がめっちゃどうなるか。いや、リヴァイアさんの戦闘なんかマジでね、神ゲー集がやばかった本当。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。さよなら。